は11月12日に発売されるデビューシングル「ウブラブ」にちなんだ企画をやってまいりたいと思います。さあ題して「ウブな写真でなんだもんじゃん」。我々今からですね、個人のウブな昔の写真をいくつかご用意しております。はい、順に1枚ずつ引いてですね、その写真のあだ名をつけてください、ね。そのあだ名をつけた写真が登場した時に誰でもいいので、そのあだ名の名前を叫んでください。一番早かった人はその写真をゲットできてですね、最終的に手持ちの写真の枚数が多かった人が勝ちに。なるほど、はい、なるほど。まんじゃもんじゃのなにわ男子ウブフォトバージョンでございます。やーやーなんじゃもんじゃ知ってるんですか。あのね、俺滝沢歌舞伎で、うん、あの滝沢くんからなんじゃもんじゃカードなんかもらった。あ、もらった、ウフ開いてないんやけど。おい、開け開いて社長のはもう使えるこれだって、なんか確認とかあるけど一切来てついで見てないよ。どんな写真ちゃんとこれマネージャーさん通ってますで、OK したわ。もしかして YouTube チームだけで OK 出したか。うせーよ、このなんじゃもんじゃゲームにですね、優勝した方にはなにわ男子的ウブ写真なんじゃもんじゃ王の称号を差し上げたいと思います。やったー。ってなんで毎回なんで称号当てなあかんみたいなシステムです。いや、称号が5つ、称号3つ集めたら何かあります。称号3つ集めたら何かもらえます。なんかもらえます。おい、用意しとかいやいやいや、こちらにこう、同じ写真が何枚もあります、うん、僕がこうやってめくっていくんで、あだ名の決め方は、で僕からじゃあ時計回りにしましょうか。了解です。そうですね、こう、こう引く時のなんか掛け声みたいな、なんかいいのあります。なにわもんじゃ、じゃあなにわもんじゃでいきましょうか。じゃあなにわもんじゃさせていただきたいと思います。はい、それでは参りましょう。ウブな写真でなんじゃもんじゃスタート。なにわもんじゃはい、出ました。こちらね、西畑大吾ですね、髪の毛が鶏みたいで八重歯なんで、鶏八重歯でお願いします。鶏八重歯出ましたね。これいつ、これだいたい僕入所してから2011年14歳。なんか昔の茂雄角に似てんのね、ちょっと髪の毛とか。髪の毛そう、茂雄言われてたもんな、寝不足のパイナップルって。俺はニワトリヤイバでした。覚えとかなあかんねんな。なにわもんじゃ。おお、ゆうせい。あれ、ゆうせい。あとだ。これいつぐらい入所当時ちゃう。芸人さんの宣材写真。長えなこれ。長えなちゃう。長えなちゃう。絶対ぶられへんわ。なにわもんじゃ。おお。まあ俺やね。自分で。首に赤蛇。首に赤蛇。いやいや。みんな個性強すぎるって。なにわもんじゃ。行きました。ナダルジュニアです。ナダルジュニアさんね。やばいやばいやばい。ナダルジュニアです。やべえじゃない。何やねん。可愛らしさは変わってないね。しかも入った当時はもうこれもう2009年。なにわもんじゃ。おお。おわし。笑顔のなすび。笑顔のなすび。あ、でもなんかほんまウブやな。ウブや。その笑顔できる今。ああいいね。やっぱ面影はあるな。なにわもんじゃ。芸人さんの宣材写真。これ誰早かった。今のは長尾ですね。これ俺自分でつけて忘れてた。俺の懐かしい写真出たし、芸人さんの宣材写真。みんなが言い合う。だからこれ。見てるさ、方もみんなさ、見ながら芸人さんの宣材写真って言ってるわけ。声出てまうよな、多分な。最悪。じゃあ続きまして、なにわもんじゃ。お、出た。俺やジョー君や。ジョー君もじゃもじゃ。ジョー君もどこがもじゃ。写真でも分からんやつ。これ逆にむずない。ジョー君もじゃもじゃ。俺の感性で来てました。そいつこれ入りたてやと思ったから。小3とかじゃない。小3か。いや、それはなにわもんじゃ。おお、ちょっと待って、マジで。これちょっと40歳。40歳。好きな言葉は。
情熱ですみたいな CM 出てきてる医者の人みたいな。ダンディーじゃないこっちの方が。40歳ちょっと黒いもんね。そうだから俺これ見た学校の小学校の時の同級生にガングロってめっちゃ言われました。へぇ、ダンディーミッチダンディーミッチ、ダンディーミッチ、ダンディーミッチ、何がもんじゃ首に赤蛇。違う全然違う。お手つきやん。首に赤蛇じゃない。じゃあこれフレッシュジュニアスマイルでいきましょう。じゃあフレッシュジュニアスマイル、カタカナ引きつってるかもね。フレッシュジュニアスマイルね。フレッシュジュニアスマイルでいきましょう。何がもんじゃ。ダディビッチか。リュウセイかな。うん、ダディビッチ。ということで、リュウセイです。やった思ったこと言ったらちょっと続いた名前ダディビッチやな。これ、不得意やわ、これ。せーの、何がもんじゃ。おー、ジョー君。え、ジョー君これちょっと成長したな。かっこいい。何歳なの分からん、これ何歳なの。発光ジョー君。発光ジョー君。確かに、何光ってもな。何がもんじゃ。おー、井上ジュニアで。井上ジュニア。ノンスタイルの井上さんかな。あ、そうです。多分おそらくそのアシンメトリなので井上ジュニア。何がもんじゃ。うわあ、高橋さんや。ラップ始めました。わあ、いいね。ラップ始めました。始めましたね。何がもんじゃ。ウブウブだって。フレッシュジュニアスマイル。ちょ。フレッシュジュニアスマイル。ちょ。とりあえずナスビ言ってから、なんとかナスビ、なんとかナスビ、新鮮なナスビ、フレッシュナスビ。スーパーのキャッチコピー。これに悲しいこと言って、マジでその代理されてる人の顔で言われてるのやめて。俺の顔をナスビ言ってると一緒やからな。ナスビ、ナスビね。何がもんじゃ。すごい。この年にしては顎上げてるよ。上げてんね。イギリパーカージュニア。一緒の顔しまで生きるパーカージュニア。生きるパーカージュニア。かわいい。何がもんじゃ。ふわー。時計マジン。おー、時計マジン。でも分かりやすいかも、時計やから。それにマジン足せばいいだけやろ。何がもんじゃ。あっ、首から赤蛇。首から赤蛇。さあ、首赤蛇ね。首に赤蛇か。さあ、いきます。続いて、せーの、何がもんじゃ。いや、ヤカナルジュニア。ヤカナルジュニア。待って、よっしゃ。ハリーポッターの魔法みたいな。ヤカナルジュニア。もう一回できほしい。次はせーのでいいんだ。練習しとく。せーの、ヤカナルジュニア。どういう効果あるんだよな。なんか一瞬出てきますね、結構。そうやね。せーの、何がもんじゃ。おー、恥ずかしいこれ。なんか夏なんかな、日焼けしてるよな。ちょっと今日ね。髪型も結構遊んでへん。遊んでるな。ピッ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 。あ、じゃあ肘もいるってこと。みんなでこのポーズ一緒にしてから。ピッピッ。何やもんじゃ。うわ、懐かしい。片手肩組。片手肩組。うわ、これマジでじゃん。片手肩組。オッケー。何やもんじゃ。ピッ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 。早かった、早かったけど、ジョーク何しました。なんでやんな。いいよ。ナダルジュニアやったらみんな嫌なの。ナダルジュニアやった。それやん。そうやで。やったよ。え、ナダルジュニアって。それは違う。ナダルジュニア。ナダルジュニア。いける、これはいける。いきます。せーの、何やもんじゃ。ごめん。ナダルジュニア。ナダルジュニア。ごめん。はい、これです。すごいね。ちょっと今の方がふくなんかこの頃の方がふっくらしてんね。ね、なんか可愛い、めっちゃ笑顔やん。の笑顔。名前何？迷子センターの番人。うわ、待って、うわ、何やって。何やもんじゃ。うわ、似たよ。はい、行きました。はい、迷子センターのボス。うわ、迷子センター。何やもんじゃ。ピンよ。自分でつけたらやっぱね、強いね。確かに。います。
せーの、なにわもんじゃ。あ、めっちゃ車でもジョー君、ジョー君あーそのシリーズやばいな、リュウセン。シリーズか、シリーズか。朝緑より前やねんけど。何やもんじゃ。あ、そうそうそう。あー、強い。すごい。見たよ、発酵食品。発酵食品。発酵。何やもんじゃ。おい、来た。ちょっと、これ、ちょっと待って。痩せすぎちゃう。ほんまや。痩せすぎやろ。これ、じゃあちょっと、斜め45度。わー、やめやすいこ、いいや、いいや、いいや、なにわもんじゃ。ピーよ、これじゃ全員一緒やろ。ビジャンケンしよう、ビジャンケン。最初はペーでいこう。最初はピー、じゃんけんぽん。あいこでしょ、ペペしゅる。あいこでピーちゃうね。最初はピー、じゃんけんぽん。しょ、しょ。あ、勝ってた、勝ってた、俺くん勝ってた。じゃんけんぽん。あいだー。ピーやね。ピーやね。せーの、なにわもんじゃ。うわー、日焼けしてる。え、サッカー選手めっちゃ黒だよ。これ夏、あれじゃないですか、夏にお店で働いてる子じゃないですか。せやんな、サッカー選手日焼けしてる。黒甲子園焼け。あー、甲子園焼け、ほんと来たも言ってないけど。せーの、なにわもんじゃ。うわ、恐ろしい。なに、ビュッバン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 。出てきたらみんなでビュッバン、ビュッバン、ビュッバン。せーの、なにわもんじゃ。うわ、新しいの。新しいのか、これ。新しいの。俺や。オレンジ少年。オレンジ少年。俺がそこ見なあかんの。オレンジ少年の色ね。なにわもんじゃ。745度。うまい。いった。すげー、これ全然出てこなかったわ。なにわもんじゃ。お、新しい。新しいの来た。結構最近じゃん。決まった、決まった。あ、確かに左寄りじゃないですか。だから、左大好き。うわー、もう分かりづらいな。なにわもんじゃ。え、前髪が短っ。前髪短っ。それマジでそう。前髪切りすぎちゃった、てへ。てへ、てへ。前髪切りすぎちゃった、てへ。なにわもんじゃ。甲子園大好き、大好きちゃう。よっしゃー。甲子園焼け、甲子園焼けですよ。もう自分でも覚えてないもん、自分で。混ざるな、これ。よっしゃー。なんか似てる写真多ない。そうやなぁ、終わってきたなぁ。なにわもんじゃ、なかるすぎやぁ。わぁ、よっしゃー。これ俺も遅かったわ。どうだよ、ワーマでやったら。ワーマでやったら、ワーマでの長さを競うってこと。もうすごいじゃない、もう。ワーマの長さ競ってみるんだ。ワーマでね。ありがとうございます。ワーマ特選、いただきました。よっしゃー、行こう行こう。なにわもんじゃ、まかるすぎた。テーマじゃない、俺に。早かったよ。よっしゃ、グー、じゃんけん、はい、しゃー。もう、たぶん、え、いきます。よっしゃ、せーの、なにわもんじゃ。ビューバン。ここできた、ビューバン。ビューバンあったな。もう、あ、これ、あ、2枚目。やばい、これ取ろう。せーの、なにわもんじゃ。ダンディミチだ。それや、最初の方じゃない、これ、だいぶ。ダンディミチか。オッケー、それではラストです。オッケー。せーの、なにわもんじゃ。ジョー君もじゃもじゃ。うわぁ、ジョー君もじゃもじゃってあんまりね。もちろん。読んで。ティーリーリーリー。あんまじゃ。ティーリーリーリー。ティーリーリーリー。ティーリーリーリー。ジョー君もじゃもじゃ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 。じゃあまず大橋君から。オッケー。発表お願いします。僕、大橋和也は11枚。おー、11枚。高橋君は、僕は13枚。おー、そして1位。僕は7枚。おー、私、西田は15枚。おー、いつもやられた。僕、西田俊介は11枚。おー、僕、長尾健人は18枚です。おー、すごい。1位や。僕はサンナダル。サンナダルです。サンナダルちゃうわ。3枚ね。優勝者はサンナダル。
優勝した長尾にはですね、なにわ男子的ウブ写真なんじゃもんじゃ王の称号を与えます。やったー、ありがとうございます。なんとですね、はい、この称号、まあ、単独チャンネルが始まってからのこの称号を3つ集めると、はいはい、自分がやりたい企画をさせてくださるそうです。なんだってそんなの聞いてなかったよー。ナダルジュニア、なんでもまではいかないですけど、はい、自分がプロデュースした、企画をさせてくださるそうです。はい、ということで以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、ナダルジュニア。よくもじゃもじゃ、おい、3文字出すな。